はい、最初はルールだけ、はい、あるからこれ売ってるんですか。シャーデンドドロー死んでる。アンタップドロー、シャーデンドー、作る。ブラッドインド、何円だろう。どうしたらいいかな。チャージ。じゃあオーバーキルグレイベアード。何だ。じゃあ、よくわかんないけどね、それ。ちょうどいいか。ちょっとして55円しかない。まあ3マナサベージ、サベージ効果落ちなかったエンドだ。魔法が落ちちゃったよ。1、2、3でドルルンと飛行男、はい、で1枚です。1枚、はい、ね、はい、でエンドです。絶撃と引いた。どれがやばいのかな。これが少なくするやつだっけ。これだ、はい、ターンドロー。いいよ、いいよ。これ破壊されないとかある。あー、そういうのあります。そういうのない。はい、オッケー。じゃあ、これ君さ、20円あげてくんない。3マナヘルミッション、じゃあサベージでアタックでスレイヤーになってるんで破壊できるね。破壊時流解です。あ、できるんだ。そうなんだ。はい、どうぞ、はい、で、ゼロ。何のスリーブ？ショボーンって書いてあるやつ。1枚チェック。あ、トリガー出た。400万円で大変です。アンタップトリガー引きまくってるのここにあるじゃん、トリガー運がいい。3マナディスドライブ。じゃあヘルミッションでアタック時侵略5枚ドロップ置きます。でダブルブレイクしたい。2、3、4、5。ディスゲート、デスゲート、ね、ドルニードル破壊で、はい、やられた、やば。ダビバレルで手札ありますか、うん、ない、うん、じゃあ何もないね。じゃあデスドライブで、ダビバレルで、じゃあブラックインで60万、はい、そうだね。で、ここやっつけます。はい、はい、終わり。自分の闇のキーテルが破壊されたので、なるほど。なんかでかいの出てきた。はい、どうぞ。で、ドロー2、4、5、6マナで、6マナでヘルボロフ、はい、これをつけて、うんうん、まあちょっと寄せて、これがこうなるの、はい、はい、ここで3枚墓地に置いて、はい、マナ以下のクリーチャー1体召喚で、じゃあザビバレルを召喚して、うん、で、破壊で、うん、こいつね、はい、はい、で、ターン終了時、流解を取って数的1、2、3で、こいつを破壊する時の能力で、うん、代わりに流解した時の効果で破壊されてる、ね、で4枚置くと破壊されずに済む、うん、あ、なるほどなるほど、ね、エンドです。あ、はい、エンドです、うん、それタップじゃない。タップか、うん、そうだね。ドロー、お、ドロー強い。デスドライブアタック、破壊時能力、破壊され、破壊時能力あんの、はい、代わりになので破壊されません。代わりに何をするの。ドロップを置いて、墓地から4枚、うん、山札の下に置けば破壊される。なるほどなるほど、はい、なんでだよ。で、アンタップ、ドロー、でかいタックのことあるな。で、ボードチャージャーで2枚墓地に置いてチャージャーで、トリプルブレイクするときに1枚を置いて1体召喚、うん、召喚、じゃあブラッドレイク召喚で、はい、あ、チェック。これが出たね。アタックできるやつはこいつがアタックできるよね。はい、じゃあこいつとバトルするんだけど、スレイヤーで倒せるね。墓地すら手札だよね。いや、墓地です。あ、墓地。あ、じゃあ戻せるのか。はい、じゃあ一応こいつに倒しとくか。はい、だからまあこいつがアタックできるから。で、大力です。はい、じゃあよろしくお願いします。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが罪を出たけ